日テレ、東京ベルディベレーザは、日本の東京都稲城市をホームタウンとする、ウィーリーグに所属する女子サッカーチームである。ベレーザとはポルトガル語で、美人を意味する。伊賀フットボールクラブ区の市と共に、日本女子サッカーリーグ発足時から加盟しており、唯一二部広角がない。主要のアジア、全国タイトル獲得数は、ウィーリーグ所属チーム中最多の、計51回である。 運営会社は東京ベルディ株式会社に加盟する東京ベルディの運営会社である。東京 V 同様に、株組織としてメニーナ及びメニーナセリアスを有し、女子ユース代表他に多数の選手を輩出している。東京ベルディ同様、中央に秘書長が描かれている。ホームゲームスタジアムは WE リーグ開幕以降は味の素フィールド西が丘となる。 それ以前は、多摩市立陸上競技場、稲城中央公園総合グラウンド、味の素スタジアム西競技場などでも開催されていた。多くのなでしこリーガーを輩出する日テレ、東京ベルディメニーナを有し、ベレーザも多くの選手がメニーナ出身。中学生から高校生が所属するチームだが、最近では2014年1月に全日本女子ユースを4連覇するなど、 日本女子ユース世代を牽引している。2012年3月には中学生年代の育成チームである日テレ、東京ベルディメニーナセリアスを新たに設立し、ジュニア、ユース世代の育成にも本格的に取り組み始めた。メニーナ、セリアスともに厳しいセレクションにより選ばれた選手で構成されており、高い技術に裏打ちされたパスサッカーはベレーザのスタイルを受け継いでいる。 2021年シリーズよりセリアスはメニーナに統合された。獲得した全国タイトルは全国女子ユースチーム最多の計9回である。獲得した全国タイトルは計2回である。2021から22シーズン登録選手役員、ありがとうございます。